はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンプレミアム付き食事券やオンライン飲食予約が利用可能な有名チェーン店やマップ機能を解説ということで、今回は前回に引き継ぎ GoToEat キャンペーンに関する動画ですね。この動画では GoToEat キャンペーンが使えるチェーン店だったり、ここ最近ですね、GoToEat マップというちょっと便利そうなサービスを見つけたので、これについてお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、早速ね、GoToEat キャンペーンの利用可能なチェーン店をお伝えしていこうと思います。で、今からお伝えする情報なんですけども、これは10月の27日時点での発表の状況ですので、もしかすると、この動画を見てくださってるタイミングで、ちょっと違う情報であったりとか、うん、これはこうですよっていうことがあったりするかもしれないので、まあ、ここら辺はね、ああ、こんな感じなんだなっていう感じで軽く見ていただければと思います。それではまずはですね、ジャンルとして回転寿司のチェーンからですね、お伝えします。 で、ざっとこんな感じとなっております。まあ、上から順にですね、見ていこうと思うんですが、まずはこちらのスシロードですね。スシロードではプレミアム付き食事券が、まあ、一部の地域ですでにスタートしてるという感じですね。で、他にもプレミアム付き食事券が使える場所であれば、随時対応していくというふうに記載がありました。で、そしてカッパ寿司に関しても、スシロードと同様にプレミアム付き食事券で一部の地域で使えるんですけども、順次対応していくと。 はま寿司も同様ということですね。そして、くら寿司なんですけども、くら寿司に関しては、公式ページを見る限りは、プレミアム付き食事券は使えないというふうにも記載がありました。 ですけども、今現在だと、オンライン飲食予約が可能ということになっております。まあ、前回のね、動画でもお伝えしてるんですけども、今現在ね、ほんとラら寿司はすごいちょっとね、盛り上がってるような状況なんですよね。この GoToEat キャンペーンオンライン予約ということで、まあ、ざっと、まあ、このキャンペーンなんですけども、どんなことかと言いますと、通常ですと、ランチとかディナータイムで1000円分のポイントゲットすることができるんですが、 このオンライン飲食予約サイトの e パークというものを使って、まあ、この例で言うと、ディナーご予約例ということで、家族3人で3000以上の食事をしたら3000ポイントがもらえるんですよね。で、その3000ポイントを使って、また再度ですね、まあ、食事をしたら、また新たに3000ポイントがもらえると。 で、その3000ポイントを使って、また食事をしたら、そしてまた3000ポイントがもらえるという、今ね、本当にツイッターとかでも話題の、くら寿司無限ループというものが可能になってるんですよね。まぁ、あ、ちょっとね、これに関しては2名以上からしか利用できないので、僕はなかなかご縁があるものではないんですけども、もしね、ご家族であったりとか、ご友人と利用する際は、この GoTo e a t キャンペーンが続く限りは、うまく利用するのもいいのかなというふうに思います。まぁ、あ、けど、この e パークに関しては、なかなか結構対象のお店っていうのは少なかったりするので、他にもまぁ焼肉キングとかが あったたりしたんかなですけどもこのクラッシュだけ使い続けるのも全然僕はありなのかなというふうにも思いました。 で、続きまして、牛丼チェーン店ですね。ざっとこんな感じとなっております。上から見ていこうと思うんですが、まず、吉野家なんですけども、これはですね、まず、あ、公式ページはちょっとなかったんですけども、ネットのニュースに載っておりまして、プレミアム付き食事券が全店で使えるように検討しているということでした。で、スキヤも同様にプレミアム付き食事券が全店で使えるかもしれないということ。そして、松屋も同様にプレミアム付き食事券が全店では使えるかもしれないということですね。まあ、中湯に関してはちょっとわかんないですね。 で、残りなんですけども、まあざっとこんな感じとなってます。まあ僕が知ってるであろうチェーン店をピックアップしてみました。まずマクドナルドなんですけども、こちらはプレミアム付き食事券が、まあ一部の店舗で使えるようになるかもしれないということでしたね。まあそのネットのニュースに載ってたら、マクドナルドとかケンタッキーとかですね、一応これらはプレミアム付き食事券には対応するということだったんですけども、全店では使えないかもしれないということでした。まあちょっとこれは公式の発表を待ちたいところではありますね。 で続きまして牛角なんですけどもこちらはプレミアム付き食事券とオンライン飲食予約でそれぞれ利用可能ということでしたでもしですねオンライン飲食予約サイトを使う場合ヤフロコを使って予約することができます以前ですね今こちらに出てる僕の動画からであればヤフロコでまあ予約した時の動画がありますのでそういったお得な方法を使ってぜひ、ね、予約してみるのもいいんじゃないかなというふうにも思います 次に焼肉キングですね。焼肉キングの場合は、プレミアム付き食事券とオンライン飲食予約サイトで、まあ予約することができると。で、ちょっと先ほどもお伝えした e パークを使ったら焼肉キングの予約することができます。で、続きましてガストンなどということで、一応格好好きでスカイラークというふうにも記載しております。 ま、今回その、スカイラックグループのいろんなお店が、GoTo イートキャンペーンで利用することができるんですけども、プレミアム付き食事券とオンライン飲食薬ということで、例えば、プレミアム付き食事券の場合は、今出てるような右のお店となってます。ま、ガスト、バーミアン、ジョナサン、シャブヨーとか、ユメアン、ガステーキガストとか、そういったところのお店であれば、使うことができるということですね。で、オンライン飲食薬サイトに関しては、今ご覧のように出てるお店が対象ということになります。ステーキガストとか、ユメアンとかですね。で、これですね、公式ページのリンクから、 それぞれ行きたいお店をクリックしたら GoTo イートの対象のお店が出てくるので、まあ、もしですね、スカイラー関連のお店でオンライン飲食予約を使う場合は公式ページをぜひチェックしてみてください。 そしてもう一つ、串カツ田中ですね。こちらに関しては、プレミアム付き食事券とオンライン飲食予約が使えるということですね。で、一応、オンライン飲食予約サイトに関しては、ヤフロコを使って予約することができますので、ぜひお得に予約して、食事を楽しんでみるのもいいと思います。以上が GoToEat キャンペーン対象のお店へのまとめでございました。そして続きまして、タイトルにもあった通りですね、GoToEat マップということでお伝えしていこうと思うんですけども、 これどういうことかというとですね、まあ、こちらですね、これ僕ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、昨日ぐらいかな、このサービスが開始されたということで、GoToEat でお得に食事を楽しもうマップを見るという。 サービスですね。まあ、このサービスなんですけど、こんな風なコンセプトですね。お得に食事を楽しもう。GoToEat の地域クーポンならプレミアム付きでお得に食事が楽しめますとか、地図上で簡単検索ということで、今いる場所の近くでクーポンの使えるお店はどこそんな疑問に答えますっていう風に出てます。でですね、まずここ見ていただきたいんですけども、このマップを見る限りは、今現在だと、東海地方と近畿地方、まあ、それも愛知と大阪だけが今対応してる。 あともう一つここを見ていただきたいんですけども本サービスは GoTo e a t に関する情報を気軽に検索できるサービスかっこ非公式ですということでしたので、まあ、一応ですね昨日僕がそのニュース見ててたまたまこういうサービスを見つけたので、まあ、パッと見ね名前的には公式っぽい名前なんですけどもこれ非公式ということでしたので、まあ、こういったサービスがあるんだなっていう感じでさらっと見てくれればいいのかなというふうに思います まあ実際にですね、ちょっとマップを見てみたいと思うんですけども、これはスマホの画面から見た時の場合なんですが、今例えばですね、左下に、 餃子の王将をですね、クリックしたら赤くポイントが入るんですけども、そしたら餃子の王将ナンバー2支店ということで食べログとかホットペッパーの情報がこんな風に出てきます。で、他にも鎌倉パスタナンバーシティ店とか、あと鳥貴族ナンバー2号店食べログとかホットペッパーの情報がご覧の風に出てくるということになっております。で、続いて一応パソコン版もちょっと画面線が少し違ってたので、そちらも見ていただければと思います。 はい。ということで、今度はパソコン版の GoToEatMap アルファですね。まあ、これについてちょっと見ていこうと思うんですけども、まあ、先ほどのスマートフォンの画面と比較してわかる通りですね。右側に、まあ、お店の情報が出てたりとか、あと左側にマップが出てるという感じですかね。 で、まあ、これそれぞれですね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まあ結構特徴としたら、先ほどのスマホと比べたら、比較的操作はしやすいのかなと思います。まあ大きなね、画面で。で、右にも情報が出てくるので分かりやすいのかなと思いまして。で、例えばですね、ちょっと何かお店を選択してみたいと思うんですけども、どれで行きましょうかね。 まあ、わかりやすい例で言えば、ここのね、最近いろいろ話題になってた鳥貴族、難波店鳥貴族ですね。これは実際どうなってるのかっていうところなんですけども、例えばこの食べログのところですね。まあ、タブで出していただいて、まあ、どんな風な情報が出てるかというと、一応鳥貴族の情報が食べログでこんな風に出ております。で、もしここから予約をする場合は、ここの右側にですね、ネット予約、予約申し込み、by ホットペッパー、グルメという風に出てます。で、実際にこれをクリックしたらですね、しっかりとここ見ていただいたらわかるように、 GoToEat キャンペーン対象店というふうに出てると思うんですよね。なので、これがしっかり入っていれば、しっかりとこの GoToEat の対象のお店ですよってのがわかるんですよ。もしかすると、まあね、このマップ自体が開発段階なのかどうかっていうのはちょっと僕もね、たまたまネットで見つけて、これはって思ったので、まあ今回ご紹介をさせていただいたんですが、もしね、今後その利用するっていうことであれば、一応これを使ってみて、合う合わないあると思うので、まあぜひね、 一応これに関してのリンクは下の概要欄に貼ってますんで気になる方はチェックするのもいいのかなというふうにも思います。まあそんな今度で今回は GoToEat キャンペーンの有名チェーン店が対応してたりとか、あとはマップに関する情報についてお伝えさせていただきました。まあ、チェーン店に関してはね、やっとこういろんな 地域でプレミアム付き食事券の販売が開始されたりとか、そういった情報が結構出てたりしたので、まだなかなかね、使える使えないという場所がかなり多いというような状況なんですよね。ですけども、ぜひ使える場所とか、対応してるお店があれば、まあ、かなりね、お得だと思いますので、これを機に使ってみるのもいいんじゃないかなというふうにも思います。まあ、けどね、なかなかちょっと争奪性のプレミアム付き食事券なので、いつ販売が開始されるのかとか、いつ予約が開始されるのかとか、まあそういったのをね、しっかりと事前にチェックしてみるのもいいと思います。 そして先ほどの GoToEat マップに関しては動画内でもお伝えしたようにこれは公式じゃないということでしたのでまあこんなもんだなっていう感じで軽い感じで使ってみるのもいいと思いますそしてこれまでねお伝えした GoToEat キャンペーンに関する動画を順番に概要欄にリンク貼っておりますのでまあちょっと GoToEat キャンペーンってどういったものなのかとかおさらい程度とかですね確認したい方がいらっしゃいましたら概要欄チェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ、GoToEat キャンペーンに関連すると言ったらちょっと話は変わってくるんですけどもあの t o トゥトラベルって皆さん使ってますかね GoToEat の前ぐらいからね開催されてる大きなキャンペーンなんですけどもこれが今日のニュースを見る限り実施期間をですね来年の春の大型連休ゴールデンウィークまで延長するかもしれないというような発表があったんですよねこれ僕ですね月に1回今使うか使わないかぐらいでペースで使ってるんですけどもめちゃくちゃ安いんですよねあまりちょっと詳しくは理解してないとこでもあったりするんですけど ちょっとね遠出する時であったりとかあとはその県独自のキャンペーンと併用して使える場所もあったりするのでなのでねもうほんと旅行好きからしたらね本当にたまらないキャンペーンなんですよね、まあ、ちょっとこれがねどんな発表されるのかどうかっていうのはちょっと僕も定かではないんですけどもちょっとかなり期待をして待っておきたいなというふうにも思いますということでありがとうございました